はい、本日なんですけど、今日は皆さんが思ってるダイエット中何食べたらいいのっていう疑問を解決していきたいと思います。ダイエット中痩せたければこれ食べてください。積極的に食べれば痩せるし健康的になれるよっていう食べ物を紹介していきます。僕は今までにもダイエットで結果を出したければ結局食事、運動も大事だけど食事制限、食生活の改善が大事だと思っています。今日の動画はダイエット中何食べたらいいのかわからないという方、効率よく痩せていきたい方はぜひ最後までご覧ください。それではお話を始めていきます。お話ししていきます。ダイエット中痩せたければこれ食べて。まずは豆類です。代表的なものは納豆、小豆、黒豆、グリーンピースなどです。皆さんもご存知の通り、ダイエットにとってタンパク質ってとっても大事な栄養素ですよね。めちゃ大事。豆類には植物性タンパク質が豊富に含まれてるんですよね。豆類っていうのはカロリーが低いのでたくさん摂取しても大丈夫です。たくさん摂取することができれば食事の満足感もアップしますんで、ダイエット中積極的に食べたい食べ物なんです。ちなみに納豆や豆腐、味噌などの発酵食品の方がより効果的です。次におすすめしたい食べ物は海藻類です。代表的なものはわかめ、ひじき、昆布、海苔、もずくなどです。海藻類はミネラル、鉄分、食物繊維なども豊富に含まれています。もちろんカロリーは低いです。海藻類って意識しないとなかなか摂る習慣がない方も多いはずです。それでも摂取していくパターンとしては、例えばわかめの入った味噌汁を毎日食べる、たまにはいつものサラダを海藻サラダにしてみたり、もずく酢なんていうのもとてもいいんですよ。なんでかっていうと、海藻類っていうのはお酢と混ぜることによってより効率よく栄養を摂取することができるんですよ。苦手な方もいると思いますが、ぜひ積極的に摂っていきましょう。次にダイエット中におすすめの食べ物は野菜です。ダイエット中に野菜って当たり前やないかいって思った人も多いと思いますけど、もちろんダイエット中野菜は積極的に摂りましょう。野菜によって含まれる栄養素っていうのはそれぞれ違うんですけど、共通して言えることはビタミンやミネラルっていうのはどの野菜でもたっぷり含まれているので、ダイエット中には積極的に摂っていきたいですよね。加熱することによってかさが減って多く摂取できたりするんですけど、調理法によっては栄養素が失われたりしてしまうので、そこはちょっと調べて注意しながら料理して野菜を摂取していきましょう。次におすすめな食べ物は魚です。魚ってとにかくタンパク質の宝庫なんですよね。しかも刺身にしたり焼いたり煮たり、調理法も様々でいろいろな料理で食べられることによって飽きずに食べることができるんですよね。とても魅力的です。皆さん魚食べてますか？僕はホッケ、シシャモ、サラダフィッシュのサーモンとサバ、そのぐらいしか食べないですけど、今あまり魚を食べないよって人も積極的に摂るようにしましょう。あと最後、ダイエット中におすすめな食べ物はキノコ類です。代表的なものはシイタケ、エノキ、マイタケなどなどです。キノコ類には食物繊維、ビタミン、ミネラルがとても豊富に含まれていて、しかも低カロリーでたくさん食べても問題はない。結構キノコ嫌いな人多いですよね。あんなに美味しいのに。僕的にダイエット中キノコがいいなというポイントはやっぱりかさ増しになるとこですね。キノコを足すことによって食事の満足感が全然違うんですよね。食べた感ってのを大事にしてるんで、本当にキノコには感謝しています。キノコありがとう。今お話しした豆類、海藻類、野菜、魚、キノコ類、こういったものを積極的に食事に取り入れていくとダイエットにも効果的、そして健康的なバランスの取れた食事内容にすることもできます。全部一気に取り入れろとは言いませんので、今日お話ししたものを少し意識して積極的に取るようにしていくだけで大丈夫ですんで、ぜひ参考にしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。今日はダイエット中これ食べてれば痩せますよっていう食べ物についてお話ししていきました。今日のお話が参考になったよと思ってくれた方はグッドボタンで教えてください。最近皆さんちゃんと評価をくれて本当に嬉しいです。ありがとうございます。コメントもありがとうございます。これからもダイエットの情報や生活に役立つ様々な情報を発信していきますんで、よかったらまた見てほしいです。また見ていただきたいので、もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ポチッと押しといてください。応援よろしくお願いします。今までにもたくさん動画上げていますんで、よかったらそちらもご覧ください。それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。